チゲは、キムチや肉、魚介類、豆腐などを出汁で煮込んだ、朝鮮半島の鍋料理の一つ。飯や副菜、キムチなどと共に、個人ごとに一人分の量の小鍋で供されるが、歴史の浅いデチゲは、例外で、大鍋で調理して、食卓の中央に置き、みなで取り分けて食べる。コチュジャンと粉唐辛子で辛く仕立てたチゲが多いが、 天ジャン仕立ての天ジャンチゲや澄まし汁仕立てのチゲもある。伝統的な官定食の献立てでは、九九や単同用に汁物として扱う。チゲに飯を入れて、クッパにして食べることもある。もう一つの朝鮮半島の鍋料理、チョンゴルは、食材を煮る前に美しく切り整えて、浅めの鍋に盛り付ける点と、食卓の中央の大鍋から皆で取り分けて食べる点が、チゲとは異なる。 日本では朝鮮半島風の鍋料理をチゲ鍋と表現することがあるが、朝鮮語のチゲには鍋料理の意味を既に含むため、言葉としては重複している。チンゲン菜を入れる過程もある。キムチの知名度の高さから、キムチチゲが代表として上がるほか、アレンジ料理も多い。朝鮮半島の一般家庭や大衆食堂で、供されているチゲには、主に以下のようなものがある。 ありがとうございます。